この問題は桑名市の長寿認定こども園で園児がおよそ4時間にわたって給食を食べさせられるなど複数の不適切な保育が確認されたもので県と市は園に特別監査を実施する予定です市はこれまでに当時の園長と保育士に聞き取り調査を実施していますが新たに保護者を対象にアンケートを実施すると発表しました 中共テレビの取材では、不適切な保育が10年以上続いていた可能性があることが分かっていますが、先週の保護者会で市にさらなる調査の要望があったということです。調査の対象は、園児の保護者と過去に通っていた園児の保護者で、今後、元職員にも対象を拡大する予定です。